どうも、ボビーアトレーザーのボビーです。えー、今日は10月14日ですね、えー、43回目のライブ配信になります。えー、それではですね、えー、今日もゆっくりね、お過ごしいただければ、お付き合いいただければと思います。それではオープニングムービーをどうぞ。 はいどうも改めましてボビーアトレーザーのボビーです。えっ、ー、とですね、えー、ここ大阪のね、ボビーアトレーザーのアトリエからですね、お届けしております。えー、さっきもですね、えー、まあ、あの、出荷っていうか <laughs>、納品をね、させていただいてですね、まあまあ,あ、ちょっと出かけてたんですけど、あの、金木犀のね、香りがですね、ええー、感じなんですね。うん、僕もすごくこののの時期のあの すごい好きで、あの金木犀の香りがしたらですね、なんかあのテンション上がりますね。うん、なんか出かけ出かけたくなりますね。あのほ,ほぼほぼこ,こ,この空間からですね、えー、だから、ね、なかなか出る機会がないんで、で、まあ、まあたまに、えー、ねフラット出ることもあるんですけどね、うん。もうほんまに月に何回か限られた時間ですよ。<laughs> まあ、あのー、そんな感じでですね、えー、このね、貴重なお昼休みの時間もですね、えー、お付き合いいただければ幸いです。ねえー、見取るでーとかね、えー、なんかうなずきのようにですね、この,あのいいねボタンあーハートボタンとかのをぶーっとこう連打してくれてですね、えー、僕も今あスマホを、ね、ここにあるんでね、これで見れるんで、あのー、状況が。<laughs> ね、あのうなずきでわーっとね遊んでやってくださいまあそんな感じでね、えー、軽く楽しく、えー、この、えー、ランチ時をですね、えー、お付き合い頂いければ僕も嬉しいですえと、ー、ですね、えー、僕はですね、まあ、今日のテーマですね「革ジャンを作る理由」ねなんか大それた感じで <laughs> ねあのー、まあそ、まあ、なんていうのなまあそういうタイトルがしたんですけど えーまあ、革ジャン全般そうですねあのレーザー革小物もそうですよ、うんまあ、あのまあ理由ですよね、うん、それはもうお仕事とかそういう以前の問題ですよ、うん、それはお仕事としていうのはあもちろんありますけどそれはちょっとこっち置いといてね重いですよ。ねそのおそうですね僕がこういうスタイルとかハンドステッチのね,、えー、ねこういう,う、ね、ハンドメイド ね、あの効率性の悪い、ね、感じやけどねこの大量生産できない一点、えー、もんですね、えー、その一着仕上げるにも非常に、えー、労力と時間があ、ねえー、かかるようなですね、えー、もう本当に、えー、一着作ったらもう、えー、精神的にちょっと一回ぶったれる折れるぐらいのね、えー、感じでね毎回毎回 <laughs>、えー、トライしてるんですけども。 ワジャンを作る理由ですねレーザーを,のを作る理由ですねやっぱりそのなんていうのなこう自分がこう手掛けたものをねそれがあまあお客様のもとでこう愛されるわけじゃないですか。それがですねやっぱりこう僕らがいなくなったとしてもこのね地球からそれでも物は残るわけでしょやっぱりその存在が。 でそれをです、ね、受け継いでいってもらってですねどん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 こう育ててもらえるっていうか、うん、そういうものをですね、えー、残したいっていうか、うん、それをこうあのなんていうのな作り上げていきたいし、えーまあ、そういう時代に流されないようなです、ねえー、時代の渦にのまれたとしてもそこからでもですね、えー、こう浮上していけるような,、うん、なんかこうおっとこう。 目が引く,引くっていうかね心に刺さるようなそういうね名曲のフレーズのようなですねそんな感じで,ですねそういうものづくりをですね残していきたいなと思いましてね、うんまあ、そういう理由は大きいですねもう例えばまあ20年後自分の息子に譲りたくなるような,なんかそういう革小物そういう革ン一着そういうようなものですね ね残していきたいと思いますしやっぱりこうーレーザーもねこう皮これも革ですよね、うん、これも鹿ですよ鹿3等分ぐらい羽織ってるのと一緒ですよ。ね、うん、でそれをですねやっぱりその命を受け継ぐような感じってあるじゃないですか。それその いいただいただ自然のねこのねねこです、ねえー、また命をか吹き返すというかそのねこのバトンを渡すような感じで、えー、かっこいい服を作ってですねそれを持っていただいてね使っていただいてで愛されるようなそんな循環っていうのがラバン・ピースで僕はなんかすごい好きですしね。うんえーねでまああ 例えばストーンズでもそうしビートルズでもそうし名曲ってあるじゃないですかやっぱり、えー、バンドがねまだ続いてるバンドもありますし <laughs>、ね、そういう,う、ね、やっぱこう何年経ってもこう愛されるというか、うん、時代に取り残されることもなく、えー、ただ単に当時を懐かしむわけだけでもなくうなんていうのなずっとそのおおパッションがあるというかね。うん まあ僕がこのハンドステッチの世界をね目指したというかねそれもそうですしあのもともと目指す歌ってねえ周りにやってる人もそんなに <laughs> 特にこの日本ではそんなにいないと思うしまあ,あんま,まあ僕も出会ったことないですけどうんあんまりね,うんねだからだけどこ,うこのカルチャーをですね 僕は魅了されて、えー、ずっと続けたわけですけど,けどね。でなんていうんやろうな当時そのねヴィンテージショップっていうかまあ古平たくいう古着屋さんですよねそこで、えー、見つけた時に見つけ出した時っていうかなんとも言えんこの稲妻が走る気持ちってわか,かりますかねそのおおっていうような。うん CD で言うと、まあ、当時は僕はレコードやけどレコードのジャケ替えで「うん」っていうね聞いたことないけどなんかえ,え感じやんってでこうて聞いてハマっていってそういう感じですねなんか自分がのボビアトレザーの作品がですねまあ回り回ってねあのどこかの国にあるか分かりませんけどまあ日本にしましょうかでまあビンテージショップにとかどこセレクトショップにどっかユーズとし,としてね何かこう何十年後か にね、あるとした時に「えー、おっ!」ってこう「何やこれ!」って何 <laughs> かかっこええやんって「えー、なんか欲しいわこれ!」ってね思っていただけるようなものをですねやっぱりこう残していきたいしやっぱりそのなんていうのなこのなんていうのないつまでたっても、ね、やっぱりこうなんていうのこう時間をですね えー、労力をと時間をですねこうこう傾けてです、ね、その時間を制作するわけじゃないですかやっぱりその間っていうのは非常に、えーね、もう命を削るようなものですからねそれをですねその作品をですねせっかく作るんやったらやっぱそういう価値あるものをです、ね、世に残したいなと思いますしそれを感じていただけるような方とねこ,うこれをご覧の皆さんですよね。の とですねえー、なんか思いをですね共有しながらあ生きていければあハッピーじゃないかなと思ってるんですけどね <laughs> まあそんな感じで、えー、今日は革ジャンを作る理由っていう形でね語らせていただきましたでそれではですね、えー、ああいろいろねあの皆さんありがとうございますねえ見てあっ坂上さんねこんにちはいつもありがとうねうん。 ね、いろんな方がご,ご視聴いただいてねこう載ってますけどね本当にね、えー、まあそんな感じでですねまあ,あーそん大それたことはですね僕はできませんけどねなんかこう生きた証っていうかね <laughs>、うん、なんかそういうものをですね、えー、共有できたらあーと思っておりますそれでは今日もですね、えー、素敵な一日をお過ごしくださいボビーでしたじゃあねバイ